マット作られるじゃん。マット、あれマットって読むんだ。何だと思ってた。MAD。あ、かっこいい。なんか DNA みたいなね。DNA。エルもコメント読もう。今日一日これで笑えそう、ずっと。幸せだ、ね。幸せ。まったくお気楽な少女だぜ。こんばんはエルエル、ありがとうだよ、こんばんは。あ、うるさい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 。セルフロボットなんてて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 てワロタワロタピーマン、ワロタ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 ピーマン、うるさいエルエルって言われてうるさくないエルエルとかエルじゃないから顔も声もうるさい、うん。ゼロの声やばいね。そんなことないよ、大丈夫だよ、ありがとう心配してくれて。だいぶ落ち着きました。かわいそう。エルもねちょっとねまだ喉感じしてないね、うん、風邪が流行ってるね。ほんとね、ほんとに嫌だよ。うん、どこどこ、ライオンブルー飲んで、ライオンブルー飲んだら治るんだって。おお、そうだ。エル今持ってるよ。飲む？飲まない。死んでしまう。死にはしないよ。あれかな、口臭がライオンブルーなのかな。あー、何そのあーって言ったの。考えてなかった今。でしょうね。ちょっと考えずに話す。目がチカチカするんだけど、なんでこんなこ。今日ちょっと バグってるのかも。心がバグバグしてるからかな。バグバグ、リフレッシュした。リフレッシュ、リフレッシュ、そうだね、リフレッシュしてください。リ、あ、なった、治った、治ったじゃん。最初からやってリーラフレッシュ。ちょっとね、今日エルちゃんも私も風邪をひいてるので30分ぐらいで切り上げようかなって考えてます、うん、ごめんね。そう、風邪なのにね、そうが、なんかね、来月ね、できないんだ、カエルコラボが。そうなの、予定が合わなくって。だからちょっと今日強行突破させてもらいました、ごめんね。強行突破したんだよね。強行突破、うん、無理しないでって、ありがとう、優しいね、みんな。2週間に1回ぐらいやってたんだっけ、今まで。1ヶ月に1回、1ヶ月に1回で、今日何回目？今日6回目。6回目、うん、半年経った、実質半年。実質半年、本当だ。シンスだ。シンス？シンスいつだっけ、シンスいつだっけ。2月末ぐらいかな。ディセンバーが一番かっこいいからディセンバーにしとこう。ディセンバーって何月？ディセンバー、ジャニアリー、フェブラリー、まあ12月だよ。はい、ちょっと駅に行け、舐めないでね、うん、カットンコ飲んでよく。あー、カットンコって、カッコン糖やね、聞いたことある。カッコン糖、カッコン、カッコン大丈夫か。大丈夫だ。カッコン糖ね、カッコン糖。カッコン糖って何が入ってるの？猫？あー、漢方っぽいよね。うん、私は留学さんダイレクトを舐める。さっき喉飴舐めてたばっかりだから、ね、でもね、なんかもうここまで来たら神頼み気分で食べちゃうね、喉飴。わかる。そう、用法用量を守って正しくお使いくださいを、もう普通に破っちゃう。でも破ったらどうなるんだろう。もうそれはかかるん、もう近畿のパンドラの箱を開けてまして、開けまして、おめでとう。違う。ちょっとダメなんじゃないそれ、ちょっと。うん、それさ、あれだよ、もうダメだよ、ダメ、うん、ヤスノー枕。なんで
カエル解散とか言うの？ごめん。うん。寝る悲しいよ。そんなことは冗談でも言っちゃいけないんだ。はい。でも、かゆみと解散って言って、愛解散解散みたいなノリになったよ。え？悲しくないの？ちょっと悲しかった。ほら。あ、デロンちゃんツンデレだからさ、悲しくても言わないもんね。悲しく、あ、別にいいっすけど、みたいな。いいっすけど。言うもんね。違うから。ちゃんと言わなきゃダメだよ。何を？やだー、うん、やだーって言って。ここまでやってきたじゃんみたいな。熱血系のなんか部活みたい。うん。野球部かな。じゃあもう今回で解散にしたいと思います。もうマジで何言ってきても絶対に解散はやめないんですいませんでしたいやもう今それ言っても遅いからこれからは真面目に部のために頑張りたいと思います全員坊主やねでも そんな言葉じゃ伝わんないから態度でマジで示していかないと、あ、今回は信じるけど絶対次はないからおいみたいな野球部あるある。函館くん、よく覚えてるね、みんな。エルも一瞬忘れてた、函館くん。そう、函館くんです。函館くんは生きた。詳しくはエルのアーカイブをご参照。うん、なるほど。ご参照う的なね。うん。ご参照う、ね、全然聞いてないでしょ、ちょっと。うん、参照と参照うが混じって、なんか、粉々になったうを。てん。ちょっとなんかね、風邪ひいてよく分かんなくなってきて、もう頭がパッパカパンパースみたいな、ね、ボンボンパンパースパンパカパンパース、みんなもあってなんて言ったらみんなも分かってないよ、ね、三者と三者あれさっき言ってたよ、なんか女神様の時は A なのに L の時はみんなハだよそう、 L もねさっきね女神さんのね、あの配信見てたんだけど、なんか なんて言ったっけ、ダジャレを言ってたんだよね、なんだったっけ、なんか例えばね、そう、 L が入るのだわとか言ったらね、みんなね、えっていうの、うん、なんか面白くないぞみたいな感じで、え何それみたいな、うん、L の顔ね、なんか L が入るかなとか言ったらはっていうの、なんで冷たいのそんなに人によって態度分けちゃね、ダメなんだよ、やっぱあれかな、女神とエルフの違い、あー、やっぱり天変地異的なね、地異かっこよかった、天変地異的なやっぱ地に生きるエルフと天に生きるものでは太陽の差が、はあ、みんなはって言う、本当だ、みんなはって言ってる、どう思いますか、どう思いますか、ちょっと俺は好きだぞだって、あらあらあらららららら、あ、もうね、こういうところでね、ちょっとそういうのがね、あのポイント高まるよ、グッとくる、そう、グッドオブポイント、ベストデザイン賞みたいなねじゃあ俺もってそういうのダメだよ、日本人じゃん、ちょっと、あ、じゃあ俺も言っとこうみたいな、え、日本人な、日本人な、どっち正しくは、生きるなら日本人、生きらないなら日本人、分かった、じゃあ生きります、うん、日本人、日ポンポンポン、なんかポポン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 ってなんかやったよね、井戸端会議で、うん、あったね、なんかポンポポンポン、いやさみたいな言ってた、ね、あ、そうだそうだそうだ、懐かしいね、うん、そう、なんかね、同時端末配信もね、ミラテビしようかとか話してたんだけど、うん、どうするの結局、エルのだけでいいの、あ、そうだ、私の方でも配信した方がいいかな、面白いよ、やってみる、なんか二重になんかサーバーがさ、うん、分かれそうでちょっとヒヤヒヤしているんだが、あ、絶対そう、スポンポンって言ったら絶対スポンポンって言いたくなかったけど、ちょっと、うん、エッチかなって思って言わなかったのに、コメント欄で言ったからもう読んじゃう、すっぽんぽんとかダメだよ、ポン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 、すっぽんぽん、分かった、じゃあ私もじゃあ2時3時のじゃないわ、ミラティブ立てようかな、どっちがいい、制服と私服、私服、はい、髪の毛下ろしたい、下ろした、え、下ろさなくて私服もできるの、うん、あらあらー、うん、今からほどくこともできる、ほどく、はい、ほどくの、はい、はっ、え、たっけあらさあ、同時端末、
多分エルの予想だとね、こうこうやって同時端末アイスをしてたらいつかなんかね YouTube かなんかで誰かがくっつけてくれた動画を私たちがやるんだよ。自分たちでやらなきゃ。私たちがやる。人任せじゃダメだ。そうだよ。ダメダメ。ちゃんと編集してください自分でね。エルちゃんやる？編集。あ、うん。同時配信テストって題名にするね。そう、ドキドキときたらマギカですよ。マギカしかないよね。うん。他何があるんだろうね。ドキドキ。ドキドキトウモロコシ。ドキ。間違えた。何に対しての間違えたのそれ。ああ、ズズズズズ。ズズン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 。こんばんは。はい、ということで今、うん、デロンちゃんのアカウントでもミラティブしてるから、どっちかお好きな方にどうぞ。エルちゃんでいいよ。エルのとこからもう出てきたっていうかやつはもう別に、うん、あの樋口のとこ行ってもいいんで。樋口。いいよ。マジでこれからマジで野球部としてやっていく覚悟があるんだったら俺についてきてほしいと思う。だからね。私はついていかない。え？露骨にしょんぼりするエルフ。うーん、そう、うーん、私服になったんだ。私服どう？がいい。まあね。心がないこの心がきっとなんて言ってもまあねって言ってたよ絶対、うん、え、全然別に可愛くないですけどまあね全然なんて言ってもまあねって言ってた。ちょっとずれてるっぽいね。あ、そうなんだ。どっちの方が早いかな、エルちゃんの方が早いかな。あ、またそういうこと言う。かかかかつお節。何より髪を下ろしたのがポイント。たっけえ。なんかリン先輩と一回同時配信したことがあってミラティブで。あ、そうなんだ。すっごい回線が重くって、うん、なんか途中でね途切れちゃってたから今日もしかしたら落ちるかもね。ミラティブズも結構頑張ってくれてるからね。うん、は、意味わかった。すごい今口が開いてたエル。、うん、ちゃんと話を聞いてるとき口が開いちゃうんだエル。口が開いるから食べてもねボロボロボロって口から落ちちゃうの。あれ今口に入れたのにビャーやばっ。え、ちょっと持った、ちょっと持った、ちょっと持った方が面白いかなと思っちゃった。反省会してください。あ、すいませんでした。事実よりも受けを優先してしまいました。すいませんでした。汚い。嘘だから、嘘だから、ちょっとはこぼれるけど嘘だから。まあまあこぼれちゃうよ生きてたら誰だって。こぼしたことない人なんてねいないから。そうだ。え、あ、ギルさんは見てくれてるよ。あ、嘘。エルちゃんとこ、わーい、ありがとう。あ、見れるんだそうやって、うん、すごい、ありがとうだよ。ギルザレンさんは函館を選んでくれました。これから野球部で頑張っていきます。うんと途中でやめる。どこにでもある嬉しいね、うん、エルさんの信用白名刺をいつですか。めっちゃ考えるやん。こういうことなんて言うんだっけ、晴れ舞台だからね、ちょっとちゃんと決めよう。うん、デロン函館から。函館先輩なんですか。うちは野球部だから女子はあまり入らないですけど。そういう差別をするのはどうかと思います。すいませんでした。子立てくん素直だからそんなにいじめないであげて。弱い。そうね、あんま良くなかったね。のど飴を食べます。のど飴、エルはオレンジがいい。オレンジ以外食べない。探します。ご苦労なこった。なに今日。あ、オレンジない。ごめん、授業中にいっぱい食べちゃった。
レモンが嫌いだからレモンがいっぱい残ってる。あ、レモン好き。じゃあレモン4個あげる。4個もいらない。あ、でもダメ。エルはその配信中にお飴を飲めるなんてこと出しません。函館くんは真面目だから。ちょっと開けちゃったけど、あとで食べます。ベタベタなるよ、うん、え、ダメ。まあいいや、まあいいや、うん、大丈夫大丈夫。口からこぼれる飴が。アンパン。アンパンって言って今、アンパンマンか、アンパンマンか。ワンチャンあるね。ワンチャン、うん、ワンチャン、ワンチャンでね、ワンチャン、ワンチャンスです。ちょっとね、風邪ひいてからチーズがおかしくなったね。なんかさっきまですごい咳してたのに、喋ってる間全然咳れないね。多分ね、あの、何分だっけ、30分するから30分、配信終わった後に、ね、多分30分分の咳が出るよ。この本当に。なんでなんで喋ってたら ねえ咳出ないんだろう。夜やばかった。夜、今も夜だけど、はかかかかかか時間のなんか分かんなくなるよね、感覚。ほんとだね。そんな調整できるんか。うん、意外となんかちゃんとお茶飲みながらとかやったら治るかも。なんで今鼻で笑った。なんで鼻で笑った。すいませんした。違う、ちょっと、うん、ぼーちゃん。やると思った。ちゃんとエロンちゃん動かしてあげて、ちゃんと。やると思った。便利な函館くん。困った時に函館くんでしょ。もう生きるとやめて函館くんにしたら。あ、そうだね。多分ブームが変わっちゃった。あ、ファンのみんなの名前、函館くんにしちゃうの。うん。そっか、名字は函館くんだけど、名前は変えればいいもんね。うん。みんなの名前の名字に函館ってつければいいの。はーい。函館かえりちゃん。函館かえり？函館さんと私が結婚する。バタフライ今日。僕たちの出会いは。でも本当にエル野球部好きなんだよ。うん、かっこいい。あのトンボしてるところかっこいい。トンボ？うん、あのずーって。ああ、そう、あのグラウンドのね。そうそうそう。ちょっとエルは鼻ティッシュ。鼻も鼻かゆいの？鼻ティッシュ。今日ずっとお鼻かゆいね。うん、今日ずっとっていうか先会ったばっかだけど。鼻です。よし、お花、お花、お花、スチューチ、お花、スチュー、合ってる？聞いてない。鼻触るのに必死です。鼻触ってるんじゃないじゃん。ティッシュでもごもごしてる。なんで鼻を噛んでるの7文字が出てこないの？鼻を噛んでる。なんで7文字ってわかったの？すげえ、やば。鼻を噛んでる。エルフ、エルフのエル。鼻を噛んでる。数えないとわからないの？指で数えてる今。あ、だし。まあそれはそれとして。ずっとそれ言ってる。今日ずっと言ってる。ね。うん。さっきやったばっかじゃ。ちょっと困った時に言ってる。困ったどこだね。どこどこ？でも野球部でパリピなんでしょ？もう部活に入ってる時点でパリピだね、エルからしたら。うん。あ、テロンちゃんもパリピだ。よかったね。おめでとう。知らん？え、何それ？なんかあの、トロンボーンとさ、冷蔵庫持ってる親子の。冷蔵庫持ってる親子。パリピのマーチだって。パリピのマーチ？パリピのマーチはいい波乗ってんねえだよ。何それ？隣の、あれかな？乗ってんねえのやつだよ。あれね。うん。なるほどね。電子レンジバンバンするやつ買って。そうなの？そう、電子レンジ、あ、電子レンジか。電子レンジのトロンボーンね。ブー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 って。あー、途中から掃除機が仲間に入るやつね。そうやったっけ？うん、適当。ほんとエルミちゃんのさ、設定を入れてくる。どこどこ？
TikTok というかいうパリピのスクツ。TikTok やろ。スクツ巣窟じゃなくて、スクツな。あ、確かに、そう、そう読む人もいるかもしれない。人事でもなんて、ポン。センキスワン、テ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 ン。キッテン、テン、キッテン、テン、テン。やめてくれ。痩せないにね、やりたいなーってですね。小刻みの震えがすごい。うんおうん、TikTok できないのかな、エル。できそう。なんか VTuber さんでやってる人いたよね。うん。聞いてみよう、今度。顔広っ。ああ、そこらなんか、物理的に顔が大きいとかそういう意味じゃなくて、なんか、交友関係が広いって意味で言ったんだよ。はーい。うん。時々ね、言葉というものは難しいもので勘違いをしてね、なんか傷ついてしまう方がいるから、そういう方のために配慮を持って、言葉を選んでいます。あ、そうなの？うん。選んでるんだ。脊髄じゃないんだね。選んでる。わかりました。選んでるんだね。意外と頭使うんだね。そうだよ。早口やめる。オタクとか言うの早口。すぐハモる。本当にすぐハモる。はあ。いやでもさっきからさ、割と予測つくことの、ね、やつだから。予測つかないことはハマらんねんね。うん、そう。イワシとかね、ほらハマらなかったでしょ。イワシはないわ。今のでハマったらちょっと。思ってることさ。ちょっとあれ。3文字ぐらいで。思ってること3文字。うん。思ってること。うん。今、頭にパッと浮かんだ3文字。待って待って、パッと浮かんだ3文字。うん。よし。はい。来た。うん、3、2、1。うん、え、じゃあ3、2、1、はい。はい、ほんちゃら、ね、うん、3、2、1、はい、お花、スマホ、あれちょっとはいって言うなやんもうお花って言ってました。うん、お花、スマホって言った。ほらもうはまらんわ。うん、ダメだ、ダメだな、もうダメだよ。もうダメ、やば、もう25分だよ。早ー、あと5分で終わりだね。あと300秒、あと300秒いかに過ごすかが鍵になってきます。ほい、カエル解散だって、あー不仲説だって、あー、ありがとうございましたすいませんでした。これからはちゃんとやるので、これからもカエルを続けさせてください。これからもよろしくお願いします。失礼します。失礼するの、待ってまだ解決してないよ。あと240秒か、まだ、あと240秒。どこどこ、やる気ないなら帰りなさい。はい、はい、じゃないよ。ちょっとダメだって、そこで帰ったらダメなんだって。カエルの歌を聞きなが ら, な, ら、なんで、違う、ここでのあの子に会える、今すぐ帰る、糸端会議は森の中、ディディン、なんでなんでこんなに楽しい時間、うるさい、パーカッションしないで、ほこりが舞う、ビブラスラップ、ほこりが舞う。もう大変なことになってるね。私今言ったよ。え、嘘。そアクションするのに必死すぎる。ビブラスラップ今思いっきり、お前あれやっちゃう、思い出せたんでしょ。確か埃今打ちたカーッとやった時に絶対そうじゃん。もう埃よりビブラスラップですからね。私たち風邪ひいてんのにビブラスラップを取るエルフ、どう思うこれ。ほんまに戻ってきて、おかえり。ちょっとむせちゃったよ、もうむせちゃいました。坊ちゃんの後で先輩似てるんかな。函館坊に改名。坊ちゃん、やっぱりビブラスラップが好き。カーが、タンからまってんねん。
違うじゃん。そういう楽器があるの。何やばい、30分になったからめっちゃむちゃできた。何何そのウルトラマン方式。30分だった。二人とももうボロボロです。やっと落ち着いたと思ったのに。もうもう笑わせるから。めっちゃ笑ったな。熱い熱いで。でもエルちゃん年から年中半袖じゃん。うん。もうぬくもりなんて感じない肌になっちゃったみたい。ぬくもりなんて感じない肌。うん、つまりどういうこと？もう人のぬくもりさえわからない、うん、人のぬくもりわからない。あ、体が麻痺してんの？うん、わかんない、そういうこと。うん、そういうこと。そういうこと。うん、分かった。うんうん、とブルブルメギタブルブルと、どこどこ、ブル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 、これ見て、ブル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 、やってやってやってブル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 、なんでそんな真顔でするの？どこ？何？人の声を温かさを分けてやって、人の声を、何の歌？あ、これあれだ、木琴だ。木琴？妹よ妹よ今夜は雨が降っていて降っていて。ごつい、テノールごつい。箱立てくんが便利だな、箱立てくん。合唱も上手くて野球も上手くてって、さすがだな。箱立てくんの妹。はあ、30分になっちゃった。もうちょっとやる？なっちゃった。もうちょっと。ちょっとテンション上がっちゃったもんね。もうちょっとやる。はーい。ちょっと。ティッシュ。あー、いってらっしゃい。あいたたたたた。あいたた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 たハム太郎さん。はあ、限界だ。ヘケヘケ、なんだっけ、ヘキシだっけ、ヘケヘケか、今日もロコちゃん可愛いのか。なんだか大将くん機嫌が悪いのだ。誰？あ、これハム太郎だって。似てねえって言われてる。大将くんの方が多分ネイルに似てるんだよね。大将くんはどんなの？うん、あれか、パンイチの人。そうそうそう、大将くんだぜ。なるほど。今日もリボンちゃんは可愛いんだぜ。じゃいや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 、なんちゅうやん。あめさん、覗いたの。なんかね、あの違うとこから出てるから。なるほどね、うん、私のあれか、コウモリみたいな音、みたいな音。コウモリってそんな風に鳴くの？あのパソコンのノイズの音。あのあれじゃ、お湯沸いた夜間とか。あれも全然喉使わんから。コウモリってそんな風に鳴くんだ。可愛くない。え？なんで可愛くないとか言う。もうコウモリ、全国のコウモリに謝ってください。函館さん。俺は自分が悪いと思った時にしか謝らないんで、今のは本当に可愛くなかったから。ごめん。もう、笑っちゃダメじゃん。笑っちゃいけないゲームね、もう今から。笑っちゃダメ。笑ったらすると、エルも咳出しちゃうし。笑ったらじゃあ、エルちゃんの本名一つずつね。あー。スノープリンセスなんちゃうの一つずつ公開ね。笑ったら。デロちゃんは何するの？どうする？なんかチーンって言うとね。え、何にしよう、ジェロンちゃんは。ジェロンの罰ゲーム何がいいですか？何がいいですか？ピアス穴が一つずつ増える。怖っ。でももうすぐ開けれる時代だもんね、今。そうね、パチン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 みたいなね。何がいいかな？
フリーダイビング、やだ。アメちゃんかもいいよ。なんそれ、それエルだってできるよ。アメちゃんかも。アメちゃんかわいそうだと思わないんですか。うん、アメに心はねそこでそれ持ってくるのはやだ。またご悲しい、もしれない。あ、チーズ、メリーチーズ深夜死にかけよ、チーズも。そうね、うん、私たち今なんか笑った。あ、ダメじゃん、もう。これが、あれですね。この今の状況を6文字で表すとするならば、ディン、企画だ、俺。企画もクソもねえよ、今日は。あー、ダメダメだ。本当はね、企画考えてたんだよね。うん。言っちゃう？また伏せとく？もう今やったら。やる？うん。私が今から言う。標準語をエルちゃんに関西弁に訳してもらいます。はい、メロンの関西弁講座、キンコンカンコン、キンコンカンコン。何がいいかな。おはようございます。おはよう思いっきり笑ったじゃん今咳払いかってぐらい笑った。おはよう、おはよう。あ、でも惜しくない。アクセントの。おはようくんじゃん、それ。誰？おはようくんって。ねえ。あ、違うんです。おはようくんと別にそういう関係ではなくて、なくてありまして。おはようくんね。おはよう。違う、おはよう。おはよう。うん。あれ？こんにちは。こんにちはって言うんだよ。初見でいいから。これは真剣だから。真剣に言って。真剣に言って。こんにちは、こんにちは、うん、こんにちは、こんにちは。嘘つけほんまやん、嘘つけ。こんにちは、嘘つけ、ほんまやって。言ってないよ絶対。リロンちゃん、ほんとほんまじゃいってみんな言ってるよ。え、そう。すごい。おはようって言って。おはよう。ほらもうおはようやん、もう何聞いてんのっていうのを、なんかその二人で通話してるときに全然覚えてくれへんから一回やってみようかっていう企画を考えたんですけど、見てこれ、2分前に言ったことすら覚えてないっていう。こんにちは、こんにちはあ、こんに、にアクセントがついてるんだ。こんにちは、こんにちはだったら変だなって思った。うん、うん、言って、もう一回。こんにちは。おお、あ、おはよう。おはよう。おはようやってば。待って、もう一回言って、おはようって。おはよう。おはよう。うん、よし、分かった。こんにちは。こんにちは。こんにちは。もうダメだ。おはよう。こんにちは。うん、よし。さあ、こんばんは。こんばんは。お、合ってる。あ、よし。じゃあ、ありがとうは、ありがとう、うん、ありがとうや。そうこんにちは、うん、おはよう、うん、よし、よし、いいね思った大きに、あ、大きには言うの？言わん。言わんね。地方によって違うんだ。うん、でも昔の人っていうか結構年配の方しか使わないんじゃないかな。そうなんだ、意外。うん、穴熊は言ってる、デコボコフレンズ。どうも、穴熊です。この丸いのが穴になっておりましてこれをポイってするとですね、ほなみたいなね。知らん。NHK に育たれてないの？うん、みんな懐かしいって言ってる。エルは NHK に育ててもらったよ。おはようって言って。おはよう。おーおーおー、セーフ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 。ちょっと焦った今先に今頭の中でおはよう、おはようが出てきて、その次におはようやって、うん、あ、うん、あ、ノルマ達成です。はい、お腹が空いたわ。お腹空いた。おお、すごいすごい。なんかデロンちゃんが言うの聞くから、なんかお腹空いた。確かに。あと何がいいかな。あ、あれは
早く寝て、早く寝てください。はよねえ。ああ、合ってる。いいね。素晴らしい。ちょっとこれは復習問題ですね。うん、あと何がいいかな。なんか、文章ないかな。調べて、調べて。調べて。あ、知らないです。え、はい。知らんねんけど。おお、知らんねんけど。あ、あ、イントネーションが違うの。知らんねんけど。知らんねんけど。そう、知らんねんけどじゃない。知らんねんけど。知らんねんけど。そう。おお、面白い。ね。いいね。でも私も関西だ。標準語ガタガタだからね。でも問題にしたらわかるでしょ。でも普通にね。確かに。うん。何がいいかな。うーん。函館くん、宿題はやりましたか？函館くん、宿題は。やったか？函館くん宿題やった？そのまんまやん。函館くんどうなん？やったん？すいません、部活のことを考えてしまっていて両立がうまくできませんでした。これからはちゃんと文武両道をモットーに頑張っていきたいと思います。はい。次忘れたら、うん、顧問の先生に呼び出してもらうからね。いや、やだやだっていうね、企画をやろうと思うんだけど、みんなどう？面白い？面白いんだったら今度 YouTube でやろうと思います。どうかな。面白かった。本当？よかった。やったー。なんかちゃんとあれだね、雑談だけじゃないんだぞってね。そう、見せつけまし。見せつけまし。マシマシマシか。はぁ、何そのカラオケ。なぁ、笑ったなんか流行ってきてるね。なんかコメント欄でいろんなとこのコメント欄でね、うん、見るよね。なんかシーズの子も使ってくれてた。すごい。だ、多分ね、デロンちゃん本人がこの前自分でネタにしてたからみんな言いやすくなったんだよ。あの、LINE のスタンプね。うん。なるほど。何の回だ？デロモイチーの回だった。はいはいはい。あれ見てたん？見た！デロモイチーの回だった。はいはいはい。あれ見てたん？見た！デロモイチーの回だった。はいはいはい。ここだよ。見た！デロモイチーの回だった。うるせえ。なんでそんなこと言うの？怖ーい！わるたー！あれ、それさ、靴箱でやってよ。目が笑ってない。わるたわるた怖い。目が笑って。森を燃やせ。ありがとうございました。これは違う、これは違う。これ痛い。戦んといて。エル知ってるよ。これさ、語尾違うの。違う、それは動画から切り抜、なんか自然な方がいいかなと思って。ポンって言って。エビ知ってるよ。エビ知ってるよ。でも分かった。口ばっかするから。エビ知ってるよ。追いついてない。早い。もう閉じた。もう閉じた。もう閉じた。もういい。飽きた。はい。たっけ。はい。熱しやすく冷めやすいの？熱しやすく冷めやすい。そうかもね。せやなせやなせや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 。埃が舞う。埃が舞う。なんかさ、今日さ、そう、ブヨへ。うん。歩いてる途中でね、ブヨって書いてある。お店がエル、それを最初あ、舞い踊りだってって言っちゃったの。そう、すごい訓読み、うん、あ、舞い踊りだってすごい訓読みやね、自分笑ってるね、出られる。ちゃんと後から思いついて、あ、舞踊だ舞踊だ舞踊だみたいなね、舞踊だ舞踊だみたいなね、あ、舞踊だみたいなね、面白くなかった。やめよう。よし、あ、ここでスタンプ使うんだよね、本来。あ、なははは、はワルター。そう、みんなこういう時に使ってね、私のスタンプ。使いどころないと思うんだけど。エロちゃんの方が使いやすいよ、いつも。いや、エルフの森を燃やせって誰に使うの？
友達に使えないよ、親にも使えないよ。なあ、笑った。今ね、鼻見鼻をちょっとくしゃくしゃして。しつらないで。だって静かになったらみんな心配するよ。どこどこ？どこどこってリスナーさんがいるちゃんのこと次どこどこ言ってくれるからね。どこどこ？あ、ガックンとかも見てくれてる。あ、エルね、あのこの前のカザちゃんのやつの1位でね、静かにしてー。はい、あのカザちゃんのランキングのやつでガックン1位にしたから、うん、あの料理がうまい、ああ、ね、ガックン1位にしたから、いいね、エルちゃんと分かってるからさ。でも私誰が1位、私もガックン1位にしたと思う。エルはガックン、リンリン先輩、女神ちゃん、女神さんだった、麦ちゃんにしたかな。1位だけはなんか一緒だったね。うん、ガックンの料理絶対美味しいもんね。ガックンの卵かけご飯がいる食べたい。ガックンの卵、ああ渡す、みたいな。はやりすぎたな。はやりすぎた。何今の。汚くなっちゃった。エル先輩のために渡す、はい、どうすか、美味しいですか、美味しい、渡す、ピースそんなここずっとばかりには言わないでしょ、ピースって。そんなにそんなに言わないでしょ。よかった。ガク思ったって、バカにしないよ、あの喉が痛いだけだからね。喉が痛かったらピースっていうの、喉が痛かったからね、しゃがれた声でピーッってなんかピーガピーみたいな、ちょっと太ったピカチュウみたいな、ピーガピー、かわいい、ピカチュウ。あ、モイモイもいるって、ありがとう、ありがとう、あ、ありがとう、おはようは、おはよう、うん、こんにちは、こんにちは、あー、こんにちはこんにちは、こんばんは、こんにちは、こんばんは、おー、いいね、ありがとう、ありがとう、おお、いいね、いいな、次回までにちゃんとマスターしといてな、はーい、あ、ちょっとどこ行くの、どこどこだよ、どこど、うん、どこどこ、函館くん宿題やった、あ、またさっきも言ったんですけどあんまり同じことを2回言わせるのは良くないと思うんで1回で聞き取るようにしてください。函館くんが出てきた、関西弁に直す前にそういうことね、そういうことね、また聞かれちゃったんかと思った。そういうことです。わかりました、ハヤトチルでした、雑戦でした、雑戦でした。逆切れ函館くん、あー、いい人の印象がちょっと崩れちゃった。大丈夫だよ、うん、お腹すいた、お腹すいた、うん、お水が飲みたいです、お水飲みたい、あ、水飲みたい、あ、水飲みたい、うん、水飲みたい、難しいね、難しいね、うん、でもなんかちょっとイントネーション間違うとエセ関西弁や言うてなんか避難を送るときあるじゃん。確かに、ね、難しいね。だからマスターして、はいはい、部活紹介関西弁でだって、デロンちゃんお手本見せてよ、じゃんどんなんだっけ、皆さんこんにちは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 、僕たち野球部は1年生18人2年生22人の合計40人で部活をしていますちょっと立ち上がってねえ、顧問の先生にいつもよくしてもらってます、なんでそんな拗ねてるの、違うじゃん、函館くんじゃん、親戚のなんか釧路くんとかにしとく、釧路、ああ函館、北海道、そう北海道の地名で誠心誠意頑張ろうと思うので、あの新入生の皆さんもよかったら
野球部に入部してください。めっちゃ、よろしくお願いします。めっちゃ拗ねてるじゃん。これで野球部の説明を終わります。続いて野球部のみんなでキャッチボールをします。一球目ヤンキーだったね。ちょっと怒ってた。もう49分だよ。あららら、ら早っ。普通に1時間やっちゃってるじゃん。すごいね。早かったね。早かった。そろそろ終わる。時は金なり、なんだっけ、法隆寺だっけ。おお、合ってる。時は金なり法隆寺だったっけ。うん、なんか聞いたことあるね。金が鳴るなり法隆寺じゃないそれ。あれあれ、金が鳴るなりだわ。ちょっとエール、サスエールじゃん。金つながりだからね。柿食えば金がなるなり。あ、あ、すごい、女神さん物知りだ。女神さんが教えてくれた。さすがだね、もう。お前金がなるなり、法隆寺。時は金なり、法隆寺。なんか、あれだね。タイムイズマネーイズ法隆寺。テンポみたいな感じじゃん。じゃあ、タイムイズマネーウェア法隆寺。テンポ。すごい。あれだ。合ってるよね。英検2級やろ。うん、合ってる。本当？信じるね。うん、分かった。うん、50分だ。そろそろ終わろうか。終わりましょう。ね、喉がそろそろ痛いので、痛くないけど痛くなりそうなのでね。てて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 てダンス。時代のステップステップだってプログラムの範疇さ。奏でる音楽いこうって。おい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 、バカにした。何でそんなこと言うの。歌ってちゃんと聞いて。放課後の校舎遠くて聞こえる、それは今は、今はまた不器用ネル。みんな違うようで、うん、どこか似てるか、重なり合う笑い声みたいなハーモニー。一二の三四、深呼吸。ちょっとこれやってよ。して空っぽにしたからどの二人。野球部の応援みたい。大きく息を吸ってステイステイクロー。やっと英語パーク好きな音楽を奏でろ。感情のハイバンバレ、空に飛ばそう。ある日かけられた魔法は嘘と。あれ嘘とって上がるもんね。好き、上がるとこ。でも今日はこれ出ないけどね。うん、こだわりポイントを見抜くエルフっていうね。そうだよ、恥ずかしい。ちゃんと聞いてるから。暴かれてもまだ好きでいれるって。せーの、知ってるでー。バカにした。なんで捨てない。バカにした。もうパンいい。なんで高くあれすっごい楽しい、聞くの。よかった、うん、ありがとう。ライブしてしたいね、一緒にしたいね。うん、うん、あれは焼き餅ハートブレイクは心、うん、友達から恋人、うん、なんてまだダメダメ、本当かまだわからない、なんでなんでそんな変な顔をしてる。よう覚えてるね。うん、今日こそ忘れて毎日夢見る恋人。また時間あるね、だって絶景だもん。学校違うけどでもでもバーチャルライブで話そう。よく覚えてる。パーフェクトイズマネー。どういう意味？すべては金？違う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 、あ、金目当てだったのか。違う、
金目当てで近づいてきたの。違う。分かったよ。どんなに世知辛くてもそんなことはしない。あ、みんながパチパチって言ってくれてる。優しい、ね、楽しいね。歌楽しい、ね、エルちゃんライブできそうね。わーい、エルちゃんライブ行きたい。エル何の歌が歌えるかな。だ、お願いダーリンのやつ。あー、あれ好き。うん、お願いダーリンのやつ。ディテ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 ィ素直だ。もう歌終わっちゃった歌終わりです。素直に謝ったから。はーい、54分だ。終わりましょう。終わりましょう。終わり間際します。はい、楽しかったね。はーい、楽しかったです。本当に余ってね、ちょっと楽しかったけど、あっという間だったからなんか寂しいね。うん、体調悪いからもう寝よう。てててててって、うん、絶対終われへん。終わる終わる、うん、終わる終わる詐欺ダメだね。よし、じゃあそろそろ終わり間際したいと思います。終わり間際しようね。みんなありがとう、遊びに来てくれてありがとう大丈夫むせむせ間際ちょっと嬉しさのあまり息が乱れまして、僧侶よし。そこソウルを使うんだ適当適当、うん、分かった。じゃあね、みんなありがとう。ありがとうだよ。またお話しようね、うん、次のカエルコラボいつですか。来月はちょっと一日、うん、予定が合わなさそうなので合間を縫ってやろう。うん、うん、頑張って予定を開けます。次回未定ですが、未定ですが、あ、でも4月1日あれじゃん、一期生のね。あ、7月1日にガードウルフがあるので、わーい、よかったら来てください。じゃあね、ありがとうだよ。またお話しよう。はい、おやすみなさい。遅くまでありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ、おつエルエル、バイバーイ、バイバーイ、ありがとうだよ。あ、エルのとこのギフトのお礼ボイスは、あ、もう言っていいよ。お礼ボイスはエル単独配信の時にするので待っててね。バイバーイ。